落ちる球で勝負しなきゃいけないでしょうね、はい、落とした、これもファウルです、うん、ファイターズの各バッターが粘っています。まっすぐフォークですからね、カットボールがないのか、でこの絶品エビカツバーガーというのが今井投手プロデュースのところでですね、アボカドとトマトがトッピングされたものということなんですが、最近こう選手グルメっていっぱいありますからね。そうですね、もうファンの方々からしたらありがたいんじゃないですか、はい、ね、そして増田達志投手もなんとこちらはですね、肉増しバーガーですよ、照り焼きバーガー、あと食べてるじゃないですか、富山さん、はい、いただきました。お、この表情はうまいという表情ですか。いや、めちゃくちゃ美味しかったですよ、はい、いろんな人に聞いたら食べてきた、どっしりとしてます、本当そうですね。さあ、そしてこの登場曲もまた戻りましたね、スタート時の登場曲、ルーネンティングの人、まあ、バッが折れた音がしたので、あ、かなりの根っこですよ ね、 ね、はい、打球が少し弱くなった分中村翔が追いついたんですが、一塁は間に合いませんでした。あ、ボール球が面白いところに飛んでいく、ヒットになった、飛べたバッグで川越ヒット、グレートのおかげですかね、ですかね。ここのヒットが最初のコロドホームランが20何本、ね、あ、そうでしたね、20本ぐらいですね、はい、変化球を思いっきりスイングを入れて思わず尻餅をついてしまいました柳田です。さあ、今度は1塁ピッチャー田村、ちょっとボールに直した、あーっと1塁はアウト、ナイスキャッチ、ナイスキャッチですね、ベースカバー遠崎、田村がボールを取り損ねて、そして握り直して一塁へという微妙なタイミング、ここで取れませんでした、その後です、田舎でのマウンドです、バットが折れて打球が三塁線へ胸回り込んで一塁送球、おー、これ三塁ベンチまで飛んでいったんですかね、バットですね、危なかったですね。この折れ方から見るとスライダーはかなり曲がっていると見ていいですか、うん、だし、バッター、はい、サードゴロ下がった、おー、ここでうまいとこ取った中村拓也、一塁へ俊足、まずは先頭バッター振り返り取りました、これも前進して止まってハーフバッター